俺ジブリマジで分かんないのよって話を今思い出した。分かんないって？ジブリほぼ見たことがない。あ、そっち。うん、まあ、僕世間一般的なあれで言うと多分割と詳しくないよ僕。あーマジでね、だから同じだったわ。あんまり成立しないかもしれない。ダメだったわ俺はね。じゃあね、ラピュタとナウシカ、あーラピュタナウシカ分からんとかが全然ピンとこない。どっちが何、どっちかみたいな。あのなんとなくはさ、やっぱ分かるじゃん。千と千尋とか分かるよ。例えばキャラクターとか、オウムが、キモいオウムが出てくるのが目がいっぱいあるみたいな見た目してるさ。オウム、オウム、オウムって言わんけど、なんかダンゴムシみたいな。オウム、あ、鳥じゃなくて、あれって鳥なの？え、オウムって鳥じゃないか。どん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 、違う違う違う、テラップじゃない。なんか、いや、知らん。でもあれがナウシカなのかラピュタなのかわかんない。ラピュタは、ああ、ほらね、ラピュタは俺はあのトランペット、トランペットとか言って吹いたよ。お、めちゃくちゃあるよ。ジブリはねんね、全然知らないわ。千と千尋とトトロも分かってる。ん？トトロと千と千尋とギリハウルぐらいかもしれん。耳を澄ませばとか昔好きだった。全然知らない。ジブリ見るって見たけど、あれめちゃめちゃストーカーの話なんで。それは公式設定の話で、都市伝説的なやつの話で。まあ都市伝説、いや、まあ、普通にトトロとかめっちゃあるよ。わかんねえ。ディズニーも俺あんまわかんないけどね。あ、ディズニーはもっとわからん僕。の方がわからん。うん、あのあれよりわからん。ジブリよりわからん。ディズニーってどこ、何がディズニー？モンスターズインクとか？もう一応ディズニーじゃない？一応ってことはそういうことじゃないってこと？なんかさ、わかんないけど、ディズニーってなんかアニメーションとさ、CG のやつとさ、とかなんかいっぱいあるじゃん。うん、あんまりわかんないけど、まあ、うん、だから、アニメーションの方の話をしてる？アナ雪？いや、もう全部ひっくるめてディズニーとして、言ってるけど今は、うん、アナ雪とかトイストーリーとかさ、なんかその辺こっちじゃん。でもトイストーリーとアナ雪はまた違うと思うけど、アナ雪ってディズニーだっけ？アナ雪ってディズニーなのか。ディズニーっぽい。つむつむにいる気がするな。それも知らんかったわ。つむつむやってないけど。アナ雪ディズニーか。そう、なんかそういうなんか CG っぽいやつとさ、うん、あと。なんだろう、その昔のモンスターズインクは CG じゃないか。とかさ、あと何だっけ、アラジン、そうそう、アラジンとかダンボとかその辺のさ、うん、もう完全に絵ですっていう昔のやつとさ、うん、分からんな。パイレーツ・オブ・カリビアンとかのディズニーランドじゃん。そうね、あれは実写だし。パイレーツ・オブ・カリビアンは昔見てたけど、ちょっとストーリー忘れちゃったな。わからねえ、これ。ちょっとお手上げだな。